しい制服が可愛すぎて。可愛い。やばくない？寮生はこの方です。いっぱい怒られました。先生に。あんたスカート短くしたらあかんみたいな。ポック外したらあかんみたいな。おはようございます。おはようございます。おざす。今なんと神戸におります。また来たんですか、ハルさん。トレ高を狙ってる。トレ高狙ってもちょっとなんかさっき外見てたら、どうやらあすきさんの母校の周年記念式で何十周年、50周年、50周年。なんとゲストで呼んでいただきまして、やばいよね。なんで私みたいな感じなんですけど。しかもなんかそのステージに登壇して、はい、在校生の皆さんとディスカッションをするらしく、ディスカッション夢を実現するためにってディスカッションするらしくて、おー、先輩風吹かせる。いやもうほんまに心配なんやけど大丈夫かな。想定質問は何があるんですか。芸能界に入ったきっかけだったり、まあ、在校生のメッセージとかあるんですけど、一番ちょっと今悩んでるのが、学生時代頑張ったことどうしようかななんかさっき担任やった先生と話してて、あでも合唱いいやったやん言われてましたねひねり出されてたでしたっけみたいなえ、覚えてないですか。全然覚えてない。あ、そうなの。じゃあ合唱院の話をするということで、いや芸能界に飛び込んだ時に頑張ってたこと、その学校はもちろんなんですけど、ね、それ以外のこと話すと。でもなんか先生たちがなんかいい子やったなみたいな言ってました、ね、いやフィルターかかってる絶対今担任の先生だけうなずいてくるもくれへん担任の女性だったですね。あ、2年頃は担任の先生女性で、1年と3年は男性の先生方はなんか挨拶も用意してくれて言ってましたけど、いやそんないい子じゃなかったですほんまに。あ、そうなんだ、はい、どういう感じだったんですか。まず学校説明会で初めて高校に行くときに遅刻する。おでもこれは遠かったんですよ学校が。ほんで電車とバス乗り継いで1時間ぐらいかかるみたいな感じで、あんまりまだ行ったことないし早めに行ったんですよ、はい、3人ぐらいで同じ中学だった3人ぐらいで行って、ご飯食べようみたいなで丸亀製麺に行ったんですよ。はい、え、丸亀製麺あるみたいな感じで、はい、学校の近くで行ったら珍しいな、ちょっと遅刻してしまうみそのゆるエピソードすごかったのは何の関係もない本当に申し訳ない、はい、バスがすごく遅れてとかでもなかった。いやでもバスも思ったより長かったんですよほんまになんとか何丁目なんとか何丁目みたいなのがいっぱいあるんですけど、友達もなんか何丁目まであんねんみたいなキレ出て遅刻してしまった。あと私めちゃくちゃなぜか髪の毛染めたい生徒だったので、髪の毛を染めて地毛ですって言い張るような、まあ結構やばい女だったんですよ。それを信じてもらえてたんですか。あ、もちろん信じてもらえず、もらえず一周されました。あ、本当に染めてくださいって。黒にしたんですか。それで黒にしました。黒にしたり茶色にしたりやってました。優等生だったわけですね。優等生ではなかったです。ではなかったけど気持ちはしっかりしてました。しかも今日あれですよね。その制服着るんでしょ。やばいですよね。なんかこれ1年前ぐらいから話もらってて、今新しい制服ができますと。でぜひちょっと着てほしいって言ってもらってて、その時はああいいですよみたいな言ってたんですけど、半年前くらいになって。私が制服着るみたいな感じになって、ちょっと一度言ってみたんですよマネージャーに、はい、私ちょっとさすがに27歳でやばいですよねみたいな、これってちょっとなんとか登壇するそのお話だけできますかね。あお一回相談したんですけど、はい、無理でしたね普通に。あ、無理だった、はい、無理でした。だってこれ皆さんすごい楽しみに、皆さんってまだサプライズゲストってことなんでね、わかんないけど言い方はあれやけどね、通の仕事とはちょっと違う緊張感が。いや緊張するのよ。走りますね。てか昔自分を知ってる人が周りにたくさんいるプラス、確かに50周年の式典のステージに登壇するなんて想像もしてなかった。10年前のおいい話。それ言いましょう。確かにそれ言いましょうよ。何があるかわからないよって言って。なるほどね、何があるか。最後の在校生メッセージの時にそういうか。おお、いいです。それはすごいいい話だわ。めっちゃ可愛いですね。終了してみんなにしたこともらえますか。はい、飲みます。お願いします。この方です。木島さんにとって生田先生はどういった存在ですか？学生の頃の印象は結構口数が多い。いやいや、今思えば本当にありがたかったんですけれど、当時はね、はい、いっぱい怒られました、生田先生に。あんたスカート短くしたらあかんみたいな、ポック外したらあかんみたいな、カーディガンちゃんとしてるやつ着てきなさい。結構大体服装のことで怒られてきたと思ってます。ちょっと覚えてないです。そんなに怒ってたとは。本当ですか？なるほど。生田先生はとても素晴らしい先生だったのですね。はい、そういうことです。ありがとうございます。いい感じにまとめていただいて。今日のこの木島先輩とのお話はここら辺で、終了したいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。可愛すぎて。可愛い。やばくない？短くはしないんですね。ね、これだってこれが普通よ多分。こんなんありえへん。膝上でも怒られてたもん。ほんまに。規定が膝上でしょ。可愛い。本当に可愛いです。可愛いわ。あ、こんな高校生が良かったよ。でも会場沸かせてたじゃないですか、かなり。いや、なんかすごいね、やっぱ高校生の皆さんの。熱量ってそのパワーがすごくて、ね、写真撮ってもらおう。山根ちゃん、こっちもください。やめて。やめれる。可愛いわ。可愛いですよね。なんか色味がすごい。なんか私の2個上のデザイナーをされてる先輩がデザインしたらしい。おお。すごいよね。卒業生が。卒業生が。言い方悪い。プロデュース能力すごくないですか？いや、すごいですよね。若いですかね、その方は。29、30。若い人が考えた感じする。うん、します。おしゃれな、もう今時な。羨ましいね。頑張ってくださいね。頑張ります。一番恥ずかしいね、なんかちょっと制服着て、皆さんの前は。スペシャルゲスト、木島明日香さんです。ノリがいいんですかね。ノリがいい。ちょっと硬い式典かと思った。確かに。アスカー言われてる。あれこれ終わりの挨拶みたいなのしないんですか？しないしないしない。終わり終わり。終わり終わりです。終わらせてください。隅っこにいないと真ん中に行ってください。恥ずかしい。どうですか皆さん、ぜひ私の母校に。そうかも可愛いので、あと場所もめっちゃいいところです。海、そうです、海も近いんですけど、どちらかというと緑がめっちゃ豊富で、高校の前に並木道があるんですけど、そこがね、ほんと季節になってとても綺麗に歩いてるときっとなんか幸せになると思う。ぜひそれもブルーとその松のグリーンが混ざってるって話ですよね。ね、緑もちゃんと入ってる。舞妓の海のブルーと舞妓に生えてる松の木のグリーンをイメージしたっておっしゃってましたね、デザイナーの方。お疲れ様でした。お疲れ様でした。YouTube です。あ、YouTube です。初めてやねんけど。いや、そうですよね。漫才みたいな。2年生の頃の担任の先生です。先生どうでした今日のあすかさんの様子？なんて言ったらいいか、途中でなんか先生方笑わずにってね、話になってたけど、なんやろ、そうなんじゃ頑張りじゃないけどっていう感じで、でもそんな簡単な世界じゃないじゃないですか、芸能界って。だからその中でなんかよく頑張ったなと。でも頑張ってるっていうかね、きっと目に見えないっていうか言えないね、しんどさっていっぱいあると思うんですけど、ほんまにお世辞ではなく成長を感じました。あ、嬉しい。本当に。学生の時はどんな生徒さんだったんですか？こんな感じではなかった。逆に普通の子でした。なんていうか今思ってもなんか高校生活を楽しんでる普通の女の子、だったなと思ってます。当時突出してたらまた全然特別扱いだったかもしれないけど、そんなこともなくって、逆になんか高校生は高校生として楽しめたんじゃないかなっていうかね。確かに。みんながちょっと遠巻きに見るとかになってたらまた全然違う高校生活じゃだったんちゃうかなと思うので、そんなことなかったでしょ。だってちょっと可愛いぐらいやったから。褒めては欲しいね。当時から可愛かったです。可愛かったです。言わせましたね、最後に。でもこうね、なんて言ったらいいかな、もう本当にワイワイやって楽しく高校生活を送ってたね。かといってさっきそんな複数のこと言った覚え私はないけど言われてましたけど、はい、なんか別にだからって言って勉学をおろそかにすることもなかったし、高校生はそうだから、高校生活は高校生として高校生はちゃんとやるっていう感じで、でもね、その道を目指すから、そこはそこできっちり手続き踏んでやるっていう感じで、頑張ってたな、はい、と思います。ありがとうございます。良かったです。来ていただけて。良かったです。先生からもしあすかさん応援の言葉あったりした？私に、はい、すごくしんどいことが多分たくさんあるんだろうなと思うけど、なんか今のままでというか、はい、なんやろ、しんどくても避けたみたいに相談するべき人に相談して、しなやかに、しなやかにってしなやかになんかこのまま素敵な女性のままでいてもらえたらなと思います。大変なことあると思うけど頑張ってください。ありがとうございます。すみません、お時間いただいてありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。